2021年にネット金融大手 SBI ホールディングスの傘下に入った新生銀行がきょうから社名を SBI 新生銀行に変更しました最大の課題であるおよそ3500億円の公的資金の返済について川島社長は一丸となって進んでいきたいと述べました 銀行各社が今月に入って引き上げている住宅ローンの固定金利は据え置く一方で変動金利は最大0.1%引き下げるなど他社との違いを出すことで顧客獲得を目指す考えです。